あの日、描いてた夢を捨てて今に至る、そんな風には思ってはいない。涙にじんだキャンバスの上、広がったまだ新しい夢のしぶき。胸の奥、未だ高鳴る鼓動。僕の手はまだ希望をつかもうとしている。あと一歩、この一歩が怖くてそれでいて愛しい、という歌詞にしました。今日もお届けしております、小山純一です。よろしくお願いします。また大好きな曲が一曲増えました。サビの歌詞すごく好きです。なんかね、最初全然そんなつもりじゃない、なんだろう、メロディー書いてて、だってキーもさ半音じゃない、一音低かったんだよね。最初から見てくれてる人は知ってると思うけど、こういう曲で全然こう、なんだろうね、胸がこう高鳴る感じとかは全然感じてなかったんだけど、なんかサビのメロディーが浮かんだ時にこう胸をこうギュッとわしづかみされるような、なんか衝動がそこになんかあったんだよね。歌をメロディーの中から感じられる、そう、それで歌詞がそのメロディーに引っ張られて、出てきて、胸の奥未だ高鳴る鼓動、僕の手はまだ希望をつかもうとしている、あと一歩、この一歩が怖くてそれでいて愛しい、という歌詞です。やっぱ胸の奥にまだまだ消えないこう強い気持ちがあって、それがもうちょっともうちょっとって自分をこう引っ張っていく、そんな気持ち僕もずっとずっと感じています。いつ終わってしまうかもしれない、あの本当に音楽人生だってね、本当思って毎日やってるので、毎回毎回のライブがすげえ勝負だし、もう本当に最後じゃないかって思ってやっています。そしてそんなね中でも僕の手はまだ希望をつかもうとしている、今回そう、まだとかまたとか今だとかそういう歌詞が、あるんだけど、今でもっていうことでね、今でもまだ諦めない、もっともっとあと一歩あと一歩って前に進もうと希望をつかもうとしている、そんな、歌詞です。そしてその後にあと一歩、この一歩が怖くてそれでいて愛しい、という歌詞です。そのやっぱ踏み出す一歩、やっぱりみんなもう怖いと思うんですよ。何か新しいこと始めるとか、行ったことないとこに行ってみる、それがワクワクすると捉えられる人ももちろんいるし、ワクワクする時もあるけど、でもちょっとおじけづいてしまう時もあって、そう、怖くてそれでいて愛しい、そう、踏み出したい、踏み出した先には素敵なものがある、でもなんかやっぱりちょっと怖い、でもやっぱり手を伸ばしたい、そこに行きたい、もっともっと素敵な自分に会いたい、そんなその人の心の葛藤をその一行にギュッとまとめて、書いてみました。すごくすごく素敵な言葉だなと僕も思います。全然なんか本当無意識でこの言葉も出てきて、きっときっと自分の今の感情が、ここに書かれてるんではないかと思っています。恐れることはなく進んでいきたいけれど、やっぱり、怖い時もあるし、ひるんでしまう時もあるし、行っちゃえ行っちゃえってガンガン行ける時もあるし、本当にその瞬間瞬間の心の動き、葛藤、そういうのを繰り返していくのが多分人間だと思うので、そんな人間っぽい、歌詞になりました。胸の奥未だ高鳴る鼓動、僕の手はまだ希望をつかもうとしている、あと一歩、この一歩が怖くてそれでいて愛しい、という歌詞でした。この先も続いていきます。まだ今書いてます。どんな歌詞になるのか楽しみにしていてください。もう最高の歌にしたいなと思います。楽しみにしていてください。ではではでは、これからもたくさんライブもやっていきます。もう一回一回本当に最後だと思って、勝負だと思って、死ぬ気で、つかみに行きますので、ぜひぜひ友達を誘って遊びに来てください。皆さんの応援が本当に力になります。みんなに来てくれるのが本当に嬉しい。そして、CD を友達にプレゼントしてくれたり、ちょっとでも知ってもらおうって、いろいろ動いてくれることが本当にたまらなく嬉しいです。ぜひこのみんなで作ってる輪をもっともっとでかくしていきましょう。すっげーでかいとこで歌いたい、もっともっと大きな夢をつかみたい、一緒に夢をつかんでいきましょう。応援よろしくお願いします。
小山純一でした。また明日お会いしましょう。